ズバリ嬉しいな。どういうこと？だって未来ちゃんならズバリでも勝てそうかなって。なんか死に逃げのくせに生意気よ。そんなこと言わないでよ、ズバリ悲しくなっちゃう。うるさい、たまら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 。あんたがヒリシャに来たからみんなおかしくなった。私は騙されない、絶対。あんたにはなんか裏がある。ヒバリ、裏も表もないよ。だから正直に言うね。この勝負、はるかさんから借りた勝負隊を使うから。ヒバリは仲間を大切にする派だから、勝負に仲間を使うのは当然だよ。何をする？一対一じゃないってこと？なんか問題ある？未来ちゃんは強さを追求する派でしょ？だったら不利なぐらいがちょうどいいんじゃない？やってやる、やってやるよ。何相手でも私は負けないんだから。Yeah!
技あり。未来ちゃんとは別のチームでよかった。そんな、そんな。この子、何かがおかしい。一体どうなってるの？ひばりは負けてない、負けてないもん。はるかさんの勝負隊の皆さん、ひばりにもっと力を貸して。暴れて暴れて暴れちゃって。仕方ない、許せひばり。ひばり、お前は催眠をかけられていたようだ。催眠？ひばりが？そんなのかけられた覚えないよ。そうか、その話はとりあえず後にしよう。今はここから逃げることが先決だ。お前は半蔵の一人だな。許さない。よくもひばりに催眠をかけたな。催眠？何の話だ。問答無用。ひばりを傷つけた奴は切る。前死の いざ、グレンのごとく前死ね。さあ、決まりよ。
傷つける、絶対に許さない。私の相手ではないな。俺の目的はヒバリの奪還だ。ここはひとまず引かせてもらう。待って、ヒバリを連れていく気？当然だ。ヒバリは騙されていただけだからな。騙されていた？何を言ってるの？文句があるのなら戦ってと言いたいところだが、お前たちとはまたすぐに会う。その時に思う存分やってやる。近いうちに必ず会う。どういう意味だ？よし、決めた。大丈夫か？大村ちゃん、ありがとう。私なら大丈夫。ヒバリがヘビ女に来た時からこんな風になるような気はしてたし。それよりもさっきの言葉気にならない？ああ、
本部からの報告だ。何かあったのですか？半蔵学院に蛇女の城を占拠された。奴らは蛇女の超秘伝忍法書を奪取し、それを利用したのだ。現在、蛇女の生徒たちは皆凶暴化している。そのため、城は完全に無秩序になっているらしい。そして半蔵側の要求は、6時間後、天守閣に超秘伝忍法書を持ってくること。こちらが要求をのめば城を解放すると言っている。蛇女奪還は本部からの正式任務となった。今から5時間は自由行動とする。それまでおのおの準備を整えるがいい。なるためなら仲間を犠牲にしてもいいの？忍びなら仲間も強さも大事にしなきゃダメだよ。何やら悩んでおるようじゃな。先日は温泉でいいものを拝ませてもらった。ごちそうさまじゃったの。確か名前はほうまんな。ほむらだ。あ、そうじゃ、ほむら、ほうまんなおっぱいのほむらじゃった。せっかくじゃ、寿司でも食べていかんか。寿司？おい、
行ってないわけじゃないぞ。うちが混み出すのは夜9時からじゃ。言っておくが、金はないぞ。金なんかいらん。温泉でいいものを見せてもらったお礼じゃ。さて、何を握ろうか。では、旬のものを。おお、ほほ、通の言い方じゃ。こりゃ楽しめそうじゃの。今、大変なことになってるみたいじゃの。ああ、大変な状態さ。それで私はあんたの孫を殺すかもしれない。そんな人間によく飯を出せるな。はいよ、お待ち。よくも蛇女の城を。何？ここでやるつもり？待て！ここは衛星中立点じゃ。戦場に行ったら戦う、寿司屋では寿司を食う、温泉ならばピチピチギャルを覗く、 TPO をわきまえ TPO。 ちっちゃん、温泉で覗きは余計だよ。ほら、アスカも食べていき。お前、城を占拠しているんじゃないのか。そうだよ、だから食べ物を調達しに来たの。なるほど、兵糧攻めという手もあるわけだ。ダメだよ、ちゃんと来てくれないと。それで、ちゃんと戦おうよ。だって、私にはこうするしかなかったんだから。善人と悪人か、何なんだろうな、一体。私もよくわからない。どこかで誰かが笑えば、どこかで誰かが泣くものじゃ。誰かが幸せになれば、誰かが不幸になったりする。それが人生というものじゃ。しかし、いつもいつも同じ人が不幸で泣いていたら不公平になる。この世にはバランスってもんが必要なんじゃ。誰もが同じように笑うことができるように、そのバランスを取るために善人と悪人はある。わしはそう考える。だから善人と悪人は自分の道を信じてまっすぐに進めばよい。きっとそれが誰かを幸せにするんだね。アスカ、指定の時間に行く。城で待っていろ。うん、どっちが死んでも恨みっこなしだよ。もちろんだ。ごちそうさまでした。
また来いよ。また来いよ。違います、これは烈気とした料理です。あ、ホムラちゃん、ちょっとこれを食べていただけませんか。私が摘んできた野草で作った特製スープです。ヨミ、これを私に食べろというのか。もちろんです。よせ、最後の戦いに参加できなくなる。いよいよだ。必ず奪われたものを取り返してきます。一つ約束だ。死ぬな。私からは以上だ。はい。せやな。わかりました。ええ。無理はしないわ。私たちは必ず勝つ。はい。そうやな。ええ。そうね。オン！この声は。鈴音先生の報告の通りか。しかし学校だけではなくこんな場所でも暴れているなんて。どうするの、どうしたらいいの。覚悟は決めたはずだ。私たちはここで止まるわけにはいかない。未来、手加減はせず全力で戦え。それが同じ悪人たちへの礼儀だ。よし、行くぞ。無駄よ。そうだ、攻撃。
未来、立ち止まっている暇はないぞ。後悔はするな。お前が悔いていたら切られた者たちが浮かばれん。学校と超秘伝忍法書を奪い返すこと、それが切った者たちに対して報いることになる。そうだね、分かったよ。よし、では行くぞ。蛇女の城はもうすぐそこだ。